。うどんタクシーのただじゅんです。今回は三木町にありますこちらの製麺所に来ました。今回私ただがただ製麺所に来てます。ごちそうさまでした。私、タダなんです。そうですよね、一緒ですよね、はい、うちもタダなんですよ。タダさんですか、ちなみに。うち、ここの息子なんですよ。あ、じゃあタダさんで間違いないですか。長男さんも次男さんもいらっしゃるんですか。次男がいるんですよ。親父がおって、はい、お父さんおって、お母さんがおって、はい、で次男がおって、三男が僕なんですよ。あ、そうなんですね。じゃあここ今は多田さんで、そういっぱいで、いっぱいですね。多田市の嫁と、全国の多田さん、ぜひこちらの多田製麺所に来てください。はい、ぜひ待ってます。お願いします。お願いします。手打ちうどん、じゅん、え、じゅん？ご乗車ありがとうございます。うどんタクシードライバーのただじゅんです。今回はたまたま通りがかった手打ちうどん、じゅんに来ました。こんにちは。いらっしゃいませ。これがあれですか、おすすめの。いただきます。いただきます。ちょっとエオさんラスト。あっこやでね。出汁からいただきます。出汁からいただきます。出汁です。アサリの出汁がすごい効いてます。はい、いっぱい切るやつ。美味しい。いっぱいしたらワンもあって、アサリがいっぱい入ってます。麺をいただきます。こうやって見た。食後にコーヒーサービスでいただきます。わからんって言う。いや、ごめんごめん。いやいや、たぶんそうなんです。もっとなんか。あの、ただじゅんと申します。神田じゅんよしです。じゅんよしさん、はい、伊藤編のじゅんと、同じ。同じ。じゅんですね。じゅんですね。伊藤編のじゅんですね。同じです。たださん、名刺いただいた時に、はい、あ、うちの息子と同じや。純つながり。こんな感じで。はい、純吉さんで、息子さんが純さんで、うん、息子の。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。